はい、どうも皆さん、こんにちは。カンタです。今日はイベントガチャの更新があり、予想通りプロスピマーケットが来たということで、本日のガチャ更新、プロスピマーケットの攻略法を解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずイベント攻略に入っていく前に本日のガチャ更新を見ていきましょう。バリュースカウトが登場しています。本日のイベントガチャ終了日から20日の OB がほぼ確定となりました。自分は一応金曜日のガチャ更新まで待ちますが、次の更新が OB と決めつける場合は現時点で残り9日以下表記の契約書は引いてしまって問題ありません。本日のガチャ更新は以上となります。続いて本題のイベント攻略の方に入っていきます。まずプロスピマーケットがどんなイベントかというと、 V ロード試練チャレンジカップでマニーを集め、マーケット内のアイテムと交換をするイベントです。マニーは試合だけでなく、メイクザナンバーシュートザターゲットのミニゲームでも獲得可能となっています。ミニゲームは開催ごとにローテーションされており、ブレイクザブロックが今回お休みです。ということでポイント解説の方に移っていきます。ポイント1つ目、必ず自操作を行いましょう。試合を行うことで獲得できるマニーが100枚、活躍ゲージで獲得できるマニーが80枚となっています。自操作をするかどうかでイベントの進みがかなり違ってくるので、自操作は必須と言えるでしょう。続いてポイント2つ目、自然回復で終わるかどうかに関してです。前回開催時は4日間で2万2000枚の設定となっており、今回は3日間開催で1万7000枚の設定となっています。前回よりペース的には厳しい設定になっていますが、余裕を持って自然回復で終わる設定と言えるでしょう。またマーケットのアイテムに関しても累計回収同様1万7000枚で全て回収できるため、交換する順番なども特に決まりはありません。全て交換していきましょう。続いてポイント3つ目、今回の主な報酬に関してです。累計マニー報酬、マーケットの報酬を合わせると32エナジー、 S ランク 30% 契約書、 S ランク契約書の補助券2枚、助っ人外国人の A ランク選択契約書、 S ランク特訓コーチ、その他 A ランク特訓コーチや特殊コーチ、試練アイテムが手に入ります。ありがたく回収していきましょう。続いてポイント4つ目、ミニゲームのシュートザターゲットメイクザナンバーでは球種の多い選手でプレイをするようにしていきましょう。変化球ボーナスが発生しやすくなり、ポイントが稼ぎやすくなります。それぞれの攻略に関しては実際にやりながら話した方が分かりやすいと思いますので、まずはシュートザターゲットの方からやっていきたいと思います。ということでポイント5つ目、シュートザターゲットの攻略やっていきましょう。まあ、こちらはね、練習モードになってるんですけど、まあ、皆さんね同じようにこなしてください。こちらはね、何球でも投球が可能になっているので、まあ、とにかくね10枚的が流れてくるので、これ全て壊すようにしてください。あとね、変化球ボーナスが発生してない時は今みたいな感じでわざとボール球投げていただくと、まあ、全てね変化球ボーナスで、まあ、的を壊せるので、ポイントは若干高くなるかなと思います。まあ、ただね、そればっか意識してね、結局的当てられないとかいう風になっちゃうと、まあ、そっちの方が損なんでね、まあ、絶対的はね10枚逃さないようにしてください。まあ、こういうスローカーブとか意外とね、なんか球速遅くて当たんないとかありがちなので、おー危ない。さあ、そこら辺だけ注意してください。まあ、10枚目の的がめっちゃでっかいのかな、確か。なので、まあ、9枚目までなんとかできちゃえば、まあ10枚目は大丈夫だと思います。まあ、こういうのをね捨てて早めにね、あら、この2回ねちょっとボール球投げるのは、あーやった、これで、ね、反面教師にしてください。これが一番良くないんでね。まあ、ということでこんな感じに皆さん進めてください。続いてポイント6つ目、メイクザナンバーやっていきましょう。こちら60秒の制限時間があるので、なるべくポンポン投げてたくさんの的を壊すようにしてください。まあ、お題の数字に沿って、まあ、壊していってください。まあ、4だったら4を壊すと、まあ、変化球ボーナス発生してない時は、まあ、もちろんねストレートが狙い定めやすいと思うので選択してください。まあ、こんな感じで序盤はね数字が小さいんですけど、後半こういう5とか出てきたら、まあ、4たす1で5、4と1の境目に投げると、まあ、こんな感じでやっていってください。まあ、まだねこの数字ちっちゃいうちは平気なんですけど、まあ、9とかなってくると意外とね計算ミスだったり、まあ、悩んでるとね時間持ってかれちゃったりするんで、まあ、そこだけね、まあ、皆さんうまいことやってください。まあ、うまいことっていうか、まあ、その辺センスになってくるんですけどね、自分も結構ミスったりします。さあ、こんな感じですね。まあ一番ね、自分今回お休みのブレイクザブロックが一番ねこのマーケットで好きなんですけど、皆さんどうですか、どれが一番好きですかね。
まあなので今回ないのが若干残念ではありますね。さあ今ちょっと時間かけすぎですね。もうちょいポンポン投げた方がいいと思います。まあここら辺でいいでしょう。あら、ということでこんな感じで進めてください。続いてポイント7つ目、イベント期間中は V ロードと試練のどちらを回ればいいのかに関してです。このイベントの期間中は経験値 1.5 倍が選択可能となっているため、基本的には経験値を選択し V ロードがおすすめになります。各自の状況に合わせて判断をしていきましょう。ちなみに自分は選手枠がカツカツでストーブリーグをやりたくないので試練を回る予定です。プロスピマーケットの攻略法実践解説は以上となります。進め方は把握できたでしょうか。ミニゲームが楽しいイベントとなっていますので毎日コツコツこなしていきましょう。この情報が良かった方、重ねイベントが来て嬉しい方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて毎回恒例イベント途中経過です。まあ、本日分の試合まだねこなしていない状況での自分の順位としては3位となっています。いやーかなりまずい状況ではありますね。まあ、9試合の方がいるんで若干こなしてる人はいるかもですが、まあ、ほぼこなしていない状況で3位なので、まあ、ちょっとまずいかなといった感じです。で個人成績の方もね結構というか打点が意外と抜かされたんで、ちょっと2番から3番に戻して今日抜き返していきます。いやちょっとタイトルもねかなり取られてるんで、いやだいぶ良くないですねこれね。ちょっと今日巻き返したいと思います。1試合目だけね動画内でやっていきましょう。ということでね1試合目動画でやっていきましょう。さあということでやっていきましょう。ちょっとホームでの勝敗がかなり響いてる形ですが、まあ巻き返していきたいと思います。まあまず試合に勝つことですけど、まあちょっとねタイトルの打点はねちょっとさすがに取りたいので、まあしっかりねまた抜き返していきます。昨日ちょっと2番でねホームランは結構放ったんですけど、打点が意外と抜かれちゃったんで、ここはちょっとホームランだけ狙っていきましょう。いやーダメだ。まあ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 最低限、あやばい、筒香選手の打席を抜かしてしまった。うわー痛い、今の進行連打してたら飛ばしちゃったよ。さあ OK、 ここ行きましょう。これはいける。 OK、 まあ、勝ち投手も競ってるんでね、ピッチャーの方にも1回自走差は割かなきゃいけません。 OK、 2打点。まあとりあえず今日はちょっとね3番でホームラン打点量産したいと思います。ここはもう交代していきましょう。ここは申告敬遠からのライデルです。さあ奪三振もね稼いでいきましょう。よしいいんじゃない、1奪三振 OK。 いやー打たれた。 OK、 まあ最低限 OK。 まあ2回回ってくればさっきのねちょっと自走差飛ばしちゃったのはなしにできるので、さあここ盗塁をまずは決めましょう。まあ盗塁ね離されてはいるんですけど、一応ね決めた方がいいので OK。これでまあ最悪打ち損じでも打点が稼げる。まあまあまあホームランじゃないけど1打点いいでしょう。よし、今日やたら盗塁機会出ますね。3番、つうか昨日2番にする必要なかったかな。3番でも結構ね盗塁機会ありますね。まあ1番は昨日最多安打狙いで2番にしたんですけど、 OK、 2打点、素晴らしい。ということで皆さん交流戦いかがでしょうか。みんなのね状況もコメント欄で教えてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただき、明後日はイベント更新の前日ということでイベント攻略動画を上げる予定です。 OB の予想もしていきますので、よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。